皆さんこんにちは。今日はこちら新快速の A シートに乗っています。お前金払ったのか。そうですね、こちら指定席なんですが、今日は訳が違います。私金を払っておりません。テーブルにはこのようにお菓子とジュース、それから外はこのような田園風景。こいつは何をしているのかというと、本日 A シート無料開放デーということになっていましたので、その様子を動画にせっかく出しあげよう。そんな感じで今回こちらの A シートに0円で乗ってきました。本来は予約を取って乗らないといけないんですが、今日はね、車両運用の都合でこのように無料で乗ることができました。しかも空いてましたよ。なぜこんな機会に遭遇したのかということを話しますと、僕は本日湖西線に乗って近江塩津まで行ってまして、近江塩津からですね、新快速に乗り継いで米原、そして京都方面へと向かおうとしていた時のことです。なぜかわかりませんが、寝ぼけていたため、近江塩津に着いた瞬間、あれ珍しい車両いるなと思って、僕は一瞬521系という車両を疑いました。いや、しかし違います。こちらは A シートだったのです。というわけで、今回はこちらの A シート座席が無料開放していますというようなアナウンスがあったので、いや、こりゃ乗るしかないな。というわけで、乗ることにしました。本当はもうちょっと起きていたかったのですが、近江塩津から長浜手前まではすごく眠くて寝てしまいました。本当にごめんなさい。ちょうど長浜駅に着くところです。最近北陸新幹線が開業し、いろいろ都合がありまして、こちらのように521系が米原で遭遇すること、また長浜などで遭遇することが増えたように感じます。そして無事にこの長浜駅を出発。本来安までしか行けませんから、この A シート車両が安より北側、近江塩津方面でですね、乗ることができる機会というのはほぼほぼ限られております。ですので、とっても珍しい様子を見ることができたかというふうに思っています。長浜出発後に、おそらく A シート本日は無料開放ですという旨の放送が流れるのではないでしょうか。ちょっと待ってみましょう。この電車は新快速姫路方面満州赤穂行きです。1号車 A シート車両ですが、本日無料で開放しております。皆様ご利用ください。というようにですね、本日は A シート1号車無料開放していますという旨の放送をわざわざしてくださっております。これは仕方ない、乗るしかねえということで、結構ね、お客さん窓側に集まっていた印象なんですが、この後ろの車両にはね、結構人がいっぱいでしたよ。この新快速の A シート車両、本来は普通の新快速として運転されている車両なんですが、それを少しちょっとだけいじって新造した車両がこの225系の軽編成と呼ばれる車両で、こちらから見ると指定席と書いてあるんですけども、本日に限ってはこの A シートも指定席ではなく自由席という形で、皆さん切符を持たなくても乗車券を持たなくても、乗車券は必要ですね、指定席券を必要でなくても乗ることができますよという風になっているわけです。ですからここに書かれている注意書きは全くの意味をなさないというわけなんですね。この綺麗な225系は 0.5M 方式という方式を採用していまして、各車両の片方側の、台車に動力がついているという感じですから、音がいいですよね。後ろ側の座席はこんな感じで、結構人が立ってる人も多くて、この1号車に乗れたのはラッキーだなというような感じです。お出口は左側3番乗り場に到着いたします。この電車は次の米原駅にて前に停車中の列車につなげる作業を行い、米原駅からは12両で運転いたします。そしてこの間もなく米原駅なんですが、次の米原駅では前に8両編成の車両を1つつなぎまして、この今乗っている4両編成の車両と前の8両編成で合計12両編成での運転となります。これは途中の姫路駅まで行いまして、途中の姫路からまた分割をして、前の8両編成をですね、今度は播州赤穂方面へ持っていくといった、そういった運用を行うわけなんですね。左側には東海道の GR 東海の車両がやってきました。こちらは東海道線の名古屋方面へ行くやつですね。そして間もなく列車は一旦停車し、その後また連結に向けて再度加速をし出すといった段階。この米原駅ではこのような作業を毎回毎回見ることができます。
せっかくですので、この A シートの中からね、そういった光景を見るというのはなかなかできないことですので、それをですね、今回見ていきたいと思います。ちなみに普通の営業運転では、この前原駅より北側、北陸本線側に入ることはありませんので、このように無料開放されているダイソーと呼ばれる日しか見ることができないレアものとなっています。JR 西日本のある意味気持ち悪いところとして、このように自動放送の内容が複雑すぎるんですよね。このように自動放送で本日は営業を停止しています、サービスを停止していますので、皆様どうぞご利用くださいといった、まあ、そういうようなね、あのお話をねしてくれる、自動放送に入っている、組み込まれているというのが気持ち悪いところでありまして、これをねできるのも JR 西日本のお家芸というふうにも感じております。基本的に新快速電車の自動放送の装置というのは、米原から姫路の間で使われることがあるので、米原から姫路の間のみこのような放送を聞くことができます。それ以外の場所に関しましては、車掌さんが案内をしてくれました。ツイッター、まあ旧ツイッター、現 X にてですね、僕が A シート無料開放されてて最高とかいう画像をですね、ポスト、投稿していたら、なんでか知らないですけど、僕の左側に座っているフォロワーさんからですね、同じ列車乗ってますっていう風に DM をいただきまして、なんとフォロワーさんに会うことができました。なかなかこういうのないですよね。でも本日のような A シート無料開放というような鉄道宅にとってはとっても嬉しい行事ですので、このように会うのも致し方ないことなのかなというふうにも思います。本当にお会いしてくださった方ありがとうございます。結構いろいろ楽しい話も聞かせていただいたんですけども、隣に座っている方によりますと、実は前日に運用がなんかごちゃごちゃになったらしく、毎日がダイヤ改正の JR 西日本さんですから、 JR 西日本のまあ遅れとかがねありまして、その都合で今回のような本日のような運用になってしまったということで、ダイソーとしてまあ仕方ない A シート無料開放するかというようなものに至ったというふうにお聞きしました。イエーイイエーイ動画上げていい、これ会いましたね。フォロワーさんはかなりの有識者らしく、この能登川駅でこのように EF65 型電気機関車を追い越すことが分かりました。すごいですよね。教えてくださってありがとうございます。ちなみに今の電気機関車は米原訓練というふうに呼ばれているような列車のことでありまして、鉄道ファンからは割と人気でありまして、この後南草津駅でも見たんですけども、結構ですね、撮り鉄の方がいらっしゃいましたよ。さて、間もなく A シートのダイソーは草津駅へとやってまいりました。もう草津ですか？早いですよね。それでですね、この草津駅ではですね、同じ列車に乗っていた3人いたんですけど、その3人のうちの2人の方とですね、ここでお別れということで、2人の方はこの草津駅でバイバイすることとなりました。もう1人はですね、先ほど隣に座ってた人なんですけども、わざわざですねお声掛けいただいて本当にありがとうございます。草津駅で盛大に2名の方にですね、手を振られながら出発したので、こちらとしてはね割と恥ずかしい気持ちだったんですけど、本当にわざわざ声をかけていただけるようになって本当に嬉しいというか、なんか複雑な気持ちなんですけど、本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいでございます。さて、この草津駅を出ると次は南草津に泊まります。次の南草津で降りますよ。僕の最寄り駅が南草津駅ですからね。さっきまで運転台だった場所は単なる中間車へと変わりまして、この9号車に変貌した A シートを降りていきます。先ほど隣で会いましたそのフォロワーさんはですね、姫路までずっとこの車両に無料で乗り続けるらしいです。とんでもないコストパフォーマンスですよね。というわけで本日もこのように A シートにタダで乗らせていただきました JR 西日本さん、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいでございます。225系の A シート、実は何気に久々に乗りました。というわけで、南草津駅はもう帰ってきたわけなんですけど、今日はA シート無料開放ということで、なぜかね、A シート無料開放されてまして、近江ショーツにね、僕寝ぼけてたんですよ。で、寝ぼけてたんだけど、なんか目を覚ましたら、あれ A シートなんで近江ショーツにいるんだろうと思って、で、まあ、本来はあそこ米原より東側来ないはずなんですけど、なんか来てて、でちょっとびっくりしましたよ。撮り鉄がいるぞ。
この後ね、10分後ぐらいに、なんか、その、なんだっけ、なんで、こう、ね、じゃマイマラ訓練とかいう、なんか、そういう列車が来るらしいんですよね。まあ、そんなわけで、南草津駅にいたわけなんですけど、先ほどね、あの、A シートに乗ってた時の、同じ列車に乗ってたフォロワーさんから、あの、もうすぐレアなやつが来るよっていうことで、後ろから来て、来るよっていうふうに教えていただいたんで、せっかくなんでね、それだけ見てからね、帰ろうと思います。南草津駅の下り方面一番乗り場に間もなく入線してくるのはあちらですね。特に鉄道ファンの間では米原訓練なんていう風にも呼ばれているような列車がやってきます。A シートの車両の中からも撮影してみましたけども、あれが先ほどの能登川駅で追い越したやつですね。てなわけで今日は A シートが無料開放されてたので動画を撮ってみたというお話でした。なんだあれ、あ、なんか古い223系だな。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。